勘次郎作政治杯年高式。こちらは河合勘次郎の政治杯で、極め箱は義理の孫で現在の河合勘次郎記念館館長河合年高さんによるものです。ハスベンのある杯ですね。ここにはね、象形釜と印名があります。河合勘次郎記念館にある釜で焼かれていた頃のね、河合勘次郎としては全制作においては前期の作品になりますね。象形釜は京都のね、清水にあったんですけども、法律が変わってね、京都市内で上り釜のね、釜炊き、それと薪を使った釜炊きができなくなってね、廃用となって、現在はね、河合勘次郎記念館となっておりますね。釜はね、記念館に現存しております。これと同点のものをね、私、骨董鑑定旅といって、ヤフオクでね、この杯を買って、上等な切り箱をつけて、京都の協力者にね、河合勘次郎記念館に持ち込んでもらって、鑑定を受けて、そして本格オークションに出すという、そういう一連の動画でね、アップしてるんですが、その時はね、杯代 102,386 円、鑑定書付け代が40,000円、協力者への謝礼送料が12,000円でね、原価 154,386 円となりまして、本格オークションに出して、180,000ハンマープライス、手取りが約150,000円でね、なんとね、赤字でした。4086円の赤字だったんですよね。いろいろね、動いて、本格オークションまでたどり着いて、その結果ね、赤字だったんでガクッときましたよね。これはね、ヤフオクで買ったんではないんですけども、箱含めて原価が112,635円です。前回の時よりね、40,000円安く済んでますから、前回通り売れればね、35,000円以上の利益を出してくれるんですけどね。相場は水物ですけども、勘次郎さん、政治杯、私の感覚で現状150,000円以下ってことはないと思うんですよね。年高さんの極め箱があるわけですからね。なので、必ずや前回の分のね、損も取り返してくれるんだろうなと期待しているところです。ここにね、湯抜けがあってね、素地の土がね、赤く見えてるんですけども、こういうのもね、いい景色だと思うんですよね。まあ綺麗な、スルッとした青磁も、それは相当ね、美しげではあるんですけども、こういうね、ちょっと癖というかね、個性があってもいいと思います。傷はね、もう全くないですね。こういうね、河合勘次郎記念館の領収書のコピーが入っておりました。まあこういうものもあればね、確実に勘次郎記念館でね、見てもらったんだろうなという推測はできますよね。箱蓋をしてね、紐をするとこんな感じで、上等箱なんですよね、これコウモリでね。だから鑑定もらった人はね、相当大事にしたもんなんだろうとは思うんですけどね、次のね、持ち主の方にもね、大事にしてもらえるということを願いつつね、本格オークションの方に送りたいと思います。それじゃあ、いってらっしゃい。